はい、OG ダブルです。今日はベルトの巻き方講座について紹介したいと思います。皆さん社会人10年にもなったら、こんな革ベルトを何本も持ってると思うんですけど、そのまとめ方についてです。普通はこの金具の部分を内側にしてこう巻いて置くと思うんですけど、それだとこんな風に広がってしまいます。そこで今日紹介させてもらうのは、革ベルトの金具の外側から内側にベルトを通して、中でこんな風に くるくるっと回して置きます。するとこんな風にうまくまとまります。皆さんぜひやってみてください。以上、OGW のベルト巻き講座でした。次回は OGW の出世の仕方について 紹介したいと思います。